ちょっとこうやってみよう、手が自由になるようにしてくれる、こう叩けるようにしてくれる、それで一回そのバンバンっていうところだけ叩いてみようか、手で。じゃあ行きます。いろんなテンポでいくよ。ワンテ、もう一回行こう。ワンテ、いくよ。ワンテ、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 そう。例えば長さ変えようか。せーの。しっかりこう吹いて大丈夫なので、マルカートってわかるかな、ちょっとこうはっきりめな感じでランパンっていうふうに吹いてみるか。上がっていってるような感じで吹けるともっとかっこいいかな。楽器吹いてる感じがすごい楽しそうだなという印象があったので、私自身もすごく楽しかったです、で、ね、本番なんかどんな感じになるのかなっていうのがすごく今から楽しみですね。少ししかホルンやってない1年生とかにも優しく教えてもらったりして、とても分かりやすかったのです。ドイツ語をあまり知らなかったので、数字とか、しっかり覚えてやりたいと思ったし、そのマダンの車種っていう曲は、初めて吹くので、楽しんで吹きたいと思いました。緊張して吹けるか不安なんですけど、今までやってきた成果を発揮できたらなと思ってます。佐渡豊芸術監督プロデュースオペラマダンの車種ハイライトコンサート、こちらはプロのオペラ歌手と楽しいお話とピアノ、そして今日練習していただいているホルンが大活躍する楽しい公演になっています。ぜひどなたも楽しんでご覧いただける作品ですので、会場に足を運んで見に来てください。お待ちしております。